What's up guys? My name is Lee and welcome to my video! ということで今回の動画は、皆さんパクったことってありますか？もう正直に言います。あります。ということで今回の動画はフォートナイトが他のゲームからパクった、まあ、パクったって言葉は良くないんで、まあ、インスパイアを受けて自分のゲームに入れたものがいろいろ過去にあるんですよ。なので今回はそれを一つの動画にギュッてまとめて皆さんにご紹介していきたいと思います。これは別にエピックお前ら何パクってんだよっていうかアンチ動画ではないです。ただただなんていうんだ、元のアイディアは実はこのゲームだったよとかこのゲームだったんだよっていうのを皆さんにちょっとねその情報を共有したかったのでこの動画を撮ろうかなと思いました。普通にゲームのいいアイディアはめちゃくちゃいいアイディアだからね、全然なんていうんだろうとかそういうわけでもないので、そういう感じで見ていただけると嬉しいです。あとチャンネル登録しない方よかったらよろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。ということでまず最初に一つ目のフォートナイトが別ゲーからインスパイアを受けて自分のゲームに入れたもの、そんなもインポスターゲームモード。このゲームモードは皆さん一度はやったことがあると思うんですけど、普通にタスクとかがいろいろあって、でそれでそのタスクをこなしつつなんかなんて言うんだろう、人狼みたいな感じで人狼を避けてタスクをこなしてゲームをクリアするみたいな、まあ、めちゃくちゃ楽しいゲームモードなんですけど、なんとこれが海外ではめちゃくちゃ流行ってたアモンガスという元のゲームがあるんですよ。なんならそのアモンガスってゲームからもう言葉とかも全部いろいろ取ってて、インポスターって言葉もあとなんだろうタスクとかもそういう言葉も全部実はアモンガスが最初に始めたもので、なんなら最初この新しいインポスターゲームモードが来るよって言われてた時にアモンガスとのコラボみたいなみんな思ってたぐらいなんですけど、なんとそれがツイッターを見てると実はそういうことではなくてアモンガスもこのこと一切知らなかった。なんならフォートナイトとコラボしたいなってアモンガスは言ってたのにもかかわらず、フォートナイトはそれを完全無視して自分たちのゲームモードインポスターってのを出して、でアモンガスとちょっとツイッター上でねいざこざがあったぐらいなんですよ。 でもまあ今はね普通になんかあの後仲直りしてなんかまたいつかアモンガスとフォートナイトコラボするぜみたいな感じのことまでお互いツイッターで言ってたので今は全然問題ないんですけど、当時はアモンガスが怒るぐらいもう完全にアモンガスのインスパイアを受けたゲームモードだったんですよ。はい、ということで次の情報に行きましょう。次はもう皆さんも結構気づいてるあれみたいな思ってる人も多いと思うんですけど、まあ今のバトルロイヤルといえばまずフォートナイトね、フォートナイトが一つあると思うんですけど、もう一つめちゃくちゃ人気なゲームエイペックスが今はあると思います。なんとお互いねもう本当にゲーム業界って結構パクリ合ってるみたいな、お互いインスパイア受けてゲームに入れてるみたいなことがよくあるらしいんですけど、まあフォートナイトもエイペックスからいろいろアイデアを実は取ってまして、なんとエイペックスはもともとバトルロイヤルの無料ゲーといえば代表的だったのがフォートナイトだったんですけど、チャプター1のシーズン4か5ぐらいまではもうずっとフォートナイトみたいな感じだったんですけど、そこからなんと2019年の2月4日に新しいバトルロイヤルゲームエイペックスが来るって噂になってて、フォートナイトもやっぱライバルじゃん、お互いあのバトルロイヤルっていう同じゲームだからライバルで、フォートナイトもえっみたいな感じになったと思うんですけど、そこでエイペックスが新しい機能をいろいろ導入したんですよバトルロイヤルに。でその一つ目がリブート版、みんな今はもう普通に使ってると思うんですけど、あのリブート版システム、リブートカードとリブート版システム、実は発祥がエイペックスで、エイペックスが、まあ、2月4日に来たんですけど、その次の日24時間以内にフォートナイト、うやべってなってリブート版を入れたんですよ。マジで24時間以内、エイペックスが発売された次の日に来週来るぜみたいな感じで、もう完全にこれはあれだよね、インスパイア受けてるよね。1日後ってマジでやばくない？で、あとこれ以外にもエイペックスはピンをするシステム、今フォートナイトにもあると思うんですけど、武器とかあと敵の位置とか全部ピンを刺すじゃん、あれもめちゃくちゃ便利なんですけど、実は発祥がエイペックスで、エイペックスってもともとそういうピンシステムがあって超便利だなーってみんな言ってたのを、フォートナイトも確かにこれ便利かもと思ってフォートナイトもそのピンシステムを入れたんですよ。なんでこの2つは圧倒的エイペックスが元発祥です。次に、まあ、これ以外にもエイペックスからはトリオのゲームモード、トリオのもともとフォートナイトはソロ、デュオ、スクワットだったんですけど、エイペックスがトリオで、これもトリオも確か次の日ぐらいにフォートナイトも確かにトリオもありかもみたいな感じで来たので、全部エイペックスが来てからリブート版ピントリオが来たんで、まあ、これも完全にエイペックスから影響を受けてますよねって感じです。で実はここだけで終わりじゃなくて、なんとエイペックスが当時めちゃくちゃ流行りそうな感じで、もうすげえ新しいバトルロイヤルだみたいな感じでフォートナイトもちょっとね
心配になったのかちょっとわからないです。ここに関しては僕の勝手な憶測なんですけど、なんとシーズン8だから、 APEX が出たその次のシーズンぐらいにフォートナイトの新シーズンのバトルパスが全員無料だったんですよ。全員そのエイペックスに行きそうな人たちとかも引き止めたかったから、バトルパスシーズン8、チャプター1シーズン8のバトルパスを全員に無料にしたんです。今でもそういうのってないじゃん。だからあの時はマジでそれぐらいエイペックスを意識してたのか、ただただこれは偶然だったのか、まあ、正直なところはわからないんですけど、全員無料ってやばいよな。でしかもなんとこのシーズン8のバトルパスのティア100スキンがこちらなんですよ。このスキンもなんとエイペックスにすごい似ているスキンがありまして、エイペックスでは確かライフラインって言われてるらしいんですけど、このスキンも髪型とかも服装までもほぼほぼ一緒じゃないっていう、シーズン8のバトルパス無料ティア100スキンがエイペックスにすごい似てるスキンみたいな、これは偶然っていうのちょっと難しいんじゃないってぐらい、もうね当時はエイペックスからインスパイア受けてたのかなと思います。ということで次行きましょう。次はフォートナイトのね、あのスキンの話をしていきたいと思うんですけど、過去にバトルロイヤルが流行る前にオーバーウォッチっていうゲームがあったんですけど、これは確かネフライトさんとかもオーバーウォッチの元プロだったと思うんですけど、すごい流行ってたゲームがあるんですよ。でそっからなんとフォートナイトのスキンっていくつかオーバーウォッチから取られてて、っていうのもこちらのスキン、これはオーバーウォッチのメルシー、まあ、天使のスキンがいると思うんですけど、このスキン皆さん見覚えあると思います。なんとフォートナイトではアーク、キャプテンのスキンだと思うんですけど、もうほぼほぼ一緒じゃないから、まあ、天使のスキンといえば、まあ、確かにそんな感じになるかもしんないけど、服装とか同じ白だったり、輪っかつけてて羽がついててみたいな、もうほぼほぼオーバーウォッチのスキンじゃねっていう。しかもこれだけで終わりじゃなくて、オーバーウォッチにはトレイサーってスキンがいるらしいんですけど、このスキンもフォートナイトにいるロックスってスキンにすごい似てて、色合いとかあとこのゴーグルのところとかも、これもねこれもオーバーウォッチにスキンに似てねみたいな感じで、あともう一つフォートナイトのオメガのスキンもオーバーウォッチで、ゲンジってスキンがいるんですけど、これもめちゃくちゃ似てないこれって感じで、まあフォートナイトの過去のスキンはオーバーウォッチからインスパイアを受けて使われてたんじゃない、まあオーバーウォッチがすごい人気だったからこそそれに似たスキンを作るっていうのはねすごいわかるので、まあ、結構納得のいくことだよねこれは。次は今のフォートナイトでみんなが使ってる硬化するときにピンを刺すと、もうなんかマップ上でギューンみたいな感じででっかい光があるじゃん。あの、ピングシステムも実はフォートナイト発祥ではなく、レルムロイヤルという元々のバトルロイヤルゲームがあったんですけど、これで実は初めてこのピングシステムが使われてて、でこれでフォートナイトもすごい、これどこにみんながおり、スクワットとかでここにおりよって言ったらみんなそこだってわかるじゃん、マップ上でわかりやすいなと思って、フォートナイトはこのアイデアをインスパイアして自分たちのゲームに入れたということで、このピングシステムも実はレルムロイヤルってゲームが発祥なんですよ。ということで次行きましょう。次はフォートナイトのチャプター2シーズン6、プライマルの時代、皆さん覚えてますか？このシーズン実は当時めちゃくちゃ言われてたと思うんですけど、このシーズンで新しく動物が追加されたり、クラフトシステムとか、まあ、動物を手なずけるとかそういうシーズンだったと思うんですけど、なんとこのシーズンで新しく導入されたものがほぼほぼ任天堂スイッチのゼルダの伝説っていうゲームからアイディアを取ったって当時すごい言われてて、例えば鶏をこう上に持ち上げるシステムで、そこから移動する、鶏を持って移動する、あの動作全てがゼルダの伝説から取られてたり、あとは動物を手なずけるとか、そういうシステム自体もゼルダの伝説から取ってたりっていうね、本当にすごいクラフトシステムのあのなんか歯車みたいのもゼルダの伝説から取ってるみたいな感じで、もうほぼほぼ丸々あのシーズンがゼルダの伝説から撮ってるんじゃないかって言われてるぐらい、もう丸々一緒だったんですよ。これをまたゼルダの伝説からインスパイアを受けてシーズン6に導入したんだと思います。ということで次行きましょう。次はモバイルゲーでクリエイティブディストラクションっていうゲームがあるんですけど、これなんと面白いのがフォートナイトのパクリゲーって言われてたんですよ。建築があったり、なんかすごいポップなアニメっぽい感じの、フォートナイトっぽいグラフィックスのモバイルゲーがあったんですけども、ずっとフォートナイトのパクリって言われてたけど、そのパクリゲーでもなんかちょっとユニークな武器がありまして、その名もディストラクターっていう武器で、この武器は両手で持って撃つボタンを押すと吸い込む機能がついてて、掃除機みたいな感じで、でそれを吸い込んで放つことができるディストラクターって武器があったんですけど、皆さんこれ聞き覚えがあると思います。でフォートナイトもこれを見て、このパクリゲーをパクろうぜみたいな感じになったのか、フォートナイトにもその後にリサイクラーっていう掃除機っぽい感じでそれを放つ、両手で持つ、もうほぼほぼ一緒の見た目をしてる武器を出したんですよ。だからもうパクリゲーを
パクったみたいな、もうすごいよね、パクってパクってパクってるみたいな感じなんですけど、これはそう、こんな感じでクリエイティブディストラクションってゲームからもフォートナイトはインスパイアを受けてます。ということで次行きましょう。次はフォートナイトでも結構ね、今はないんですけどチャプター2の時によく使われてたバンテージバズーカ、あとはチャグバズーカ、チャグバズー、この2つのバズーカ武器もなんとフォートナイト発祥ではなく、このアイテムの元はティームフォートレス2というゲームで、メディック役という役職があるんですけど、その人が両手で持つバズーカ、回復バズーカで撃ったら味方を回復できるみたいな感じのアイテムを持ってて、こっからフォートナイトはインスパイアを受けてバンテージバズーカとチャグバズーカのこの2つのアイテムを作ったと言われています。ということで次行きましょう。次にエピックはフォートナイトってゲームがすごい代表的だと思うんですけど、それ以外にもいろんなゲームを過去に作ってきてて、そのゲームからもアイディアを取ってフォートナイトに入れてることが結構多くて、例えばまあ、フォートナイトでもすごい代表的なダウンシステム、ダウンしてそれから蘇生するっていう、あのシステム自体もフォートナイトが発祥ではなく、過去にエピックが作った Gears of War っていうゲームがあるんですけど、そのゲームで初めてダウンシステムが使われてて、で今はねバトルロイヤルでも結構みんなこのダウンシステムがあると思うんですけど、その元は Gears of War っていうゲームでダウンが使われて、これみんないいなと思って、まあフォートナイトもそこから取りました。でそれだけでなく、過去にエピックが作ったインフィニティブレードってゲーム、このゲーム僕も実はやったことがあるんですけど、このゲームからチャプター1のシーズン7に登場したあのインフィニティブレード、この剣自体もインフィニティブレードってゲームから取ってるんですよ。でそれだけでなく、フォートナイトにはキューブのあのなんか暗号みたいなやつあるじゃん、あれも実はなんと悲しいことにオリジナルではなく、過去にインフィニティブレードのゲーム内でも登場してるんですよね。それを全くもうそっくりフォートナイトのキューブの言語としてフォートナイトは取りました。ということで次行きましょう。次にまたちょっとねエイペックスに戻りたいと思うんですけど、今シーズンチャプター3シーズン2、今シーズンももうねすごい、今なんならこの動画を撮ろうかなと思った理由なんですけど、すごくエイペックスに似てて、なんなら建築禁止モード、まず建築ができない、でそれ以外にもダッシュ機能とよじ登り機能、この2つの機能はまあ元々がエイペックスっていうのもちょっとおかしいかもしれないんですけど、普通のなんて言うんだろう、現実世界にある動きだから、ね、このよじ登るだったりダッシュ、あとスライディングもそうだと思うんだけど、これもね他の COD とかにもあるものなので、まあ、元が APEX って言われたらんってなるかもしんないけど、だけどバトルロイヤルであったのは APEX とかだし、そっから結構意識してインスパイアを受けて撮ったのかなと思われます。でそれ以外にもチャプター3シーズン2、今シーズンはテーマがレジスタンスって言われてるんですけど、なんと今ちょうど APEX のシーズンもデファイアンスっていう全く同じ言葉ではないんですけど意味合いは一緒なんですよね。これも偶然なのかなっていう、偶然なのかエピックが意図的にやったのかわからないんですけど、まあ、それぐらい今はエイペックスにすごい似てる感じなので、フォートナイト結構インスパイア受けてるのかなと思います。ということで次行きましょう。次はフォートナイトのチャプター2の時に登場したインゴットシステム、あのお金を自販機とかで使うシステム、あのシステム自体もフォートナイト発祥ではなく、このインゴットシステム元は COD のウォールゾーンっていうめちゃくちゃ海外で流行ってたバトルロイヤルゲームがあるんですけど、そのゲームで初めてお金が使われてて、確か救援物資とかからお金で買え、僕もちょっと詳しく分かんないんですけど、そのゲームで初めてお金をバトルロイヤルで使われてて、それが結構好評で、フォートナイトも確かにバトルロイヤルでお金システムいいなと思ってフォートナイトにもインゴットシステムを入れました。ということで次行きましょう。次に前のシーズンチャプター2シーズンまで新しく登場した竜巻、あのでっかい竜巻あったと思うんですけど、あれも現実世界にあるものだからフォートナイトが完全に他のゲームからパクったかわからないんですけど、なんとちょうど竜巻が来る1ヶ月前ぐらいにバトルフィールド2042っていう新しいゲームが出てたんですけど、そこで注目されてたのが竜巻機能なんで、新しく竜巻みたいなのが登場してて、その1ヶ月ぐらいにフォートナイトにも竜巻が登場したので、まあこれもバトルフィールドからインスパイアしたのかなと思われてます。はい、っていう感じで今回の動画は全部で何個言ったんだろう、まあ、結構いろいろあったと思うんですけど、フォートナイトが別ゲーからインスパイアを受けて実際に自分のゲームに入れたものをまとめてみたんですけど、実際にこれはね全然悪いことじゃなくて本当にゲーム業界ではよくあることで、なんならその他のゲームにあったいいアイディアを自分のゲームに取り入れるっていうのはすごく賢いっていうかいいことだから、それを自分のゲームに入れたいと思うのは普通じゃん。でそれで入れるのはね僕たちも楽しめるので、ね、全然反対じゃないんですけど、まあ、この動画でねあの元のアイデアはこんなんだったんだよってのをちょっと皆さんに伝えたかったので撮ってみましたっていう感じで、今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画少しでもいいなと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ピースアウト。